ニメを見て楽しんだり、ゲームをしながら学んじゃおう。図鑑でトーマスの仲間たちを見よう。アニメはお話がたくさん。好きなキャラクターの話を探せるよ。ミニゲームを通していろいろなことを体験しよう。お手伝いやトイレができたご褒美に毎日スタンプをもらっちゃおう。いろいろな遊びをお父さんお母さんと一緒に楽しもう。みんな待ってるよ。